様、本当に本日はありがとうございました。世の中本当にもういろんなことがありますけれども、こうやってみんなでこう舞台に立たせていただけるということは本当に感謝の思いでいっぱいでございます。何よりも本当にもう劇場に足を運んでいただける皆様のおかげでございます。心からキャスト一同感謝申し上げます。本当に今日はありがとうございました。本当にも姉さんと思いは同じです。こんなにもたくさんのお客様に来ていただけて本当に幸せでございます。もう不安定な世の中ですから、ニュース見ても報道で胸が痛みますよね。その中で、我々は演出の錦織一清さんのもと、こういうふうに舞台をやることによって少しでもお客様にちょっとした笑いだったりだとか、ほっこりだったりとか、少しでも明日への活力を、エナジーを持って帰っていただけたらなという思いで、一期一会のお客様の前で舞台に立たせていただいております。本当に何よりもお客様のくすっとした笑い声だったり、こういったエネルギーだったり息吹を感じて、もうものすごく裏でも嬉しい、そんな思いで立っております。言いたいこといっぱいありますけど、はい。言いたいこと言ったらもう2時間3時間かかるので、ほんまやね、うん、思いはもうみなしきでございます、はい、ありがとうございます。そして天職、はい、はい、ですね、パンフレットでございます。1回ロビーに販売してございます。一部1300円です。で、ご購入の際に私の名前を言っていただけると私の株が上がります。どうぞよろしくお願いいたします。知らんだ、そして嬉しいことにね、はい、この舞台の配信が決定いたしました、はい、ありがとうございます。ということで4月の29日から29日から、5月の8日までですね。で、ロビーにチラシがあると思います。このチラシの裏面に配信のどうやって見るのかっていう視聴方法を書いてありますので、ぜひご興味ある方は持って帰っていただいて、やっぱり嬉しいですよね、はい、まだまだ不安定な中から劇場に来たくても来れないとか、いろんなご事情がある方々になんかこう見ていただけるっていうのはありがたい機会なんだなと思って、それでまた一回見た方ももう一回見れるというね、そういうまだここの空気感と違った面白興味があると思いますので、ぜひ一人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上、藤原紀香でした。めっちゃすごいコケこんな背の高い人コケたらびっくりするでしょ。でも本当にあと一日、今日の夜とあと明日名古屋でやらさせていただきます。しっかり頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。